よろしくございます。お願いします。最初に2点報告をさせていただきます。最初に、本年5月7日夜遅く、小倉北区で発生した共同住宅の火災は6名の尊い命を奪うなど市民の不安を抱かせる事態となりました。原因が特定されていない中で確定したことは申し上げにくいのですが、火災建物は使用開始届け出などが提出されておりませんでした。このため防火対象物として把握できず防火指導を行うことができなかったわけであります。こうしたことから今回の火災の課題としましては、以下3つ申し上げます。消防法の規制となる見届けの防火対象物を把握するための対策、2番目に消防が確認している老朽化した木造建築物に対するさらなる防火意識の向上、その防火指導の工夫、3つ目は新築などの建物における使用開始届け出などが見届けとならないようにするため建物の所有者や不動産管理会社に対する届け出義務の周知、この3項目と認識しております。この課題に対する取り組みとしまして、見届け対象物の調査や特別査圧の実施、また地域の状況に詳しい消防団からの見届け対象物情報の提供を依頼、そして不動産業界からの、建物情報の提供を依頼、このようにすでに実施しているものも合わせまして、今後の対応につきまして5月末を目途に一定の方向性と取り組みについて取りまとめる予定であります。次に大型クルーズ船の寄港についてであります。平成27年10月から日々コンテナターミナルでのクルーズ船受け入れを開始して、これまで7回のクルーズ船が寄港しております。この度本市で初めてとなる16万トン級の超大型クルーズ船が寄港することが決まりました。寄港に関する概要は配布資料の通りであります。乗船客は100台を超える観光バスに分乗して市内各地を観光する予定ですが、まだ正式な決定連絡はありません。一方で本市ではクルー向けに無料シャトルバスの手配や黒崎よさこい祭りを視察するツアー、また若松の高遠山を巡るツアーなどのおもてなしを企画中であります。航行安全に関する調査が昨年終了して最大16万トン級までのクルーズ船受け入れが可能となってまいりましたが、ようやくそれが現実のものとなりまして非常に感慨深く感じます。この機構を皮切りに16万トン級のクルーズ船は今年度の上半期だけで合計12回寄港する予定です。日々コンテナターミナルでは今年度約40回の寄港を見込んでおります。そのほとんどは中国発着のクルーズ船であります。約15万人の乗船客が下船することになりますから、本市にとっても観光ショッピングの面で大きな効果をもたらすものと期待をいたしております。本市としましてはインバウンド集客に高い効果のあるクルーズ船の誘致に今後とも積極的に取り組んでまいります。それではご質問を受けたまいります。それでは読売新聞から、発表事項について先に質問させていただきます。中村村の火災の件で、先に伺いしたいんですが、中村村は生活保護受給者のとかですね、だから低料金で暮らしていて、消防など行政が把握しない建物で今回そういう火災がありました。で、保護課とか消防などの連携がなく今回こういう惨事があったわけですが、改めて主張としてこういうことがあったということについての受け止めをもう一度お願いします。亡くなられた方々に、心からお悔やみを申し上げたいと思います。ご冥福をお祈りします。また被災された皆様にも、改めてお願い申し上げたいと思います。今後こうした共同住宅につきまして
どのような対応ができるかしっかり検討するよう指示しているところであります。放火の職員は最後のセーフティーネットに携わるものとしまして、法令等にのっとって事務を行っていたと思いますが、今回の火災を受けまして、関係局との連携の重要性を改めて認識をいたしました。先般の会見でも申し上げましたけれども、生活保護の窓口にご相談に来られる方につきましては、自立支援センターをご紹介をしております。しかし、市民の中にはそのセンターに入所を拒む方もいらっしゃいます。やむを得ず住宅情報を提供する場合には不動産関係のお店を紹介することもありますが、今後やむを得ず住宅情報を提供しなければならない時もあります。消防局と連携をいたしまして住宅の情報を提供するように生活保護課の窓口に徹底をしたいと考えております。わかりました。それともう一つ今回の課題への対応策のところで1のですね、あのところの消防職員によるローラー作戦とあるんですが、これをもうちょっと具体的に教えていただけるといいですか。5月の12日から6月末をめどに完了するように作業を進めております。実際、この調査活動を行ったりましては、立ち入り検査などを行う場合関係者との日程調整でありますとか、まず円滑に事業を進めるための段取りについて多少時間がかかっておりますけれども、いざローラー作戦が動き出しますと6月末をもとに完了したいと考えております。現在の実施状況でありますが、各消防署におきまして建物関係者との調整、効果的効率的な調査方法を検討を深めながら進めておりまして、今のところ未把握の把握していない建物を発見したという報告は受けておりません。新たに建物を把握した場合は関係部局が情報を共有しまして法令への適合を指導することになります。それでは各社から発表事項について質問をお願いします。よろしいでしょうか。はい、KBC の井尻と申します。中村さんの火災なんですが、放火の方は自立支援センターの方を、ご紹介斡旋していたということですけれども、そちらも、実質今現段階では満室状態ということで、今後その生活保護の方であるとかそういう生活困窮者に対するそういう、入居する施設などを増やすようなお考えとか予定はあるんでしょうか。現時点で、そうした方針を決めているというわけではないのでありますが、これまでは自立センターを紹介し、共同生活を拒まれる方もいらっしゃいますが、そういう方には民間の不動産会社を紹介するということをやっておりました。ただ現実にはですね、どうすれば今晩泊まれるかとこういう方もいらっしゃるわけでありまして、そういう時に、チラシを紹介をしていたということであります。しかし、今回の災害を受けまして、それは今やめております。で、今後どうするかでありますが、いずれにしてもどうしても探さねばならないというお困りの場合もあろうかと思いますので、その場合、消防局とも認識を共有いたしまして、今回の災害を教訓としてですね、考えていくということであります。いずれにしましても今回の災害を受けて考えねばならぬことというのは、消防法に基づく法令について、現在のままでいいのか、あるいは市として上乗せを考えるのかということも含めまして、
抜本的な対応が求められてくるというふうに市長としては感じております。今ご指摘の点も含めてどういう方向で住居の大変お困りの方々に対応するかよく考えたいと思います。もう一時時間を貸していただきたいと思います。西日本新聞の一ノ瀬です。中村荘について教えていただきたいと思います。このリリースの中の、課題、2-2にケースワーカーによる不審な防火対象物の情報提供というのがあります。これをもう少し具体的に教えてください。加えてそのケースワーカーというのはその消防についての知識もないかと思われますけども、そのあたりについてどのように対応していくのか、その点も教えてください。ケースワーカーの仕事として保護受給者の住居を訪問することがあります。消防設備等、これは緊急の避難路とか照明とかいろいろありますけれども、そういう消防設備などに不備があると思われる共同住宅が発見した場合に消防局に情報を提供してしっかりと調べるというこういう手はずであります。このため6月予定しておりますが、保護課のケースワーカーに消防設備の研修を実施します。でその中で必要な消防設備とは何か、訪問時に留意すべき視点は何か、また情報提供のあり方など、こういう研修を行って、まいります。この研修終了後、直ちにケースワーカーによる訪問調査を実施するということを考えております。これは定期的に行かれているということだと思うんですけども、ケースワーカーの方はですね、その先方の方に6月の研修が終わり次第、全対象者、その生活保護受給者に対して訪問するということでよろしいでしょうか。限られた職員で、しかも受給申請があって、結論出すまでの時間をもっと短縮できないかという世論が一部にある中におきまして、現実問題として一斉にローラー作戦で短期間にその訪問調査を終えることは難しいかもしれませんが、今回の災害のことを重く受け止めてできる限りの努力をしたいと思っております。現時点におきまして、私の方にこういうスケジュール感で訪問活動を行うというところまで至っておりません。もし担当者で、県福祉局ですが、ケースワーカーの場合はそれぞれ家庭の状況に応じて1ヶ月から3ヶ月スパンで家庭訪問しておりますので、その中で随時やっていきたいというふうに考えています。西日本新聞の村と申しますけれども、先ほど市長が言った5月末を目途には一定の方向性を取りまとめるとおっしゃいましたけれども、ちょっとどういうものを取りまとめるのか、イメージを教えていただきたいと思います。先ほど申し上げましたように、今回の火災を受けて課題として、3点申し上げましたけれども、その問題意識を持ってですね、今後の取り組みとして、調査査察であるとか、また消防団、不動産業界ともタイアップした活動ということを申し上げて、ております。でこういう中でですね、現実の実態というものがかなり、浮かび上がってくると思います。で今回の災害を受けましてですね、今後こうした再発を防ぐためにどうすればいいかという議論も並行して行っているところであります。したがいまして、先ほど申し上げた視点に立って調査活動をローラーで行ってい、きながらですね、今後の対応についてどういう方向性で編み出すかということを、検討するということであります。つまりここにある、2-1、2-3に加えたこれをもう少し付け加えたような対策ということになるんでしょうか。先ほど市長の思いとして申し上げましたが、
共同住宅には消防法による義務付けの防火設備の話があるわけでありますけれども、まあ、今回、共同の使用している場所から出火したのではないかということも言われております。確定はしていないかもしれませんが、そういう状況だと今の消防法の仕組みではですね、そこまで手が回らないと。しかしこれを何らかの形で規制するとした場合に家賃に跳ね返る懸念が一方においてある。でこれは、まあ、北九州のみならず全国的に、まあ、こうした問題というものは大体将来あるんではないだろうかと。それを思うと、まあ、国の方とも、相談をしながらと、他の都市の動向を見ながらということになります。そういう中でどうしたことが新たにできるかということも勉強をしていきたいと思います。それはつまりその市の財政的な支援制度とかそういったことも頭にあるというふうに考えてほしいですか？これは福岡県庁にも大変ご心配ご心痛をおかけした一件であります。国におきましても当然消防庁をはじめ、関係省庁も深い関心をお持ちだと思っております。まあ、いろんな場におきまして、よく相談をさせていただいて一つの方向性を出していきたいと思っています。TNC の種目ですけども、今回火災が起きたアパートがですね、市の認識では共同住宅ということですけども、その、まあ、実際に住まれてた方ですとか、その周りの方に聞くと、その実態はその簡易宿泊所じゃないのかというような声をよく聞くんですけども、その、まあ、その法律に基づいて、その旅館業法の中で、その簡易宿所として登録、申請がしてないから、その共同住宅ということを、なのか、その市長に実際にそのあそこが簡易宿泊所のような使われ方を、していたのにもかかわらず、その共同住宅ということ、まあ、くくりになっていることについて市長として今どのようにこう感じになっていますでしょうか？簡易宿泊所か、この共同住宅かについては、まあ、重要な論点の一つだと思います。そして、それぞれ法令に基づいて、定義といいますか、共同住宅とはどういうものか、簡易宿泊者はどういうものかということがなされておりまして、現時点におきまして私どもは早速、この中村村を経営する皆さんから状況について聞き取りの調査を行っております。で私どもはいわゆるその捜査立ち入りといいますか、そういう踏み込んだ権限は自治体は持っておりませんので、しっかりとお話を聞かせていただくと、そして、その状況を踏まえて法令に照らして、よく検討した結果共同住宅だという判断に至っているわけでございます。まあ、従いまして我々が聞き取り調査で伺った当時の状況というものと仮にですよ、また異なる点のお話が出てくるとかそういうことは分かりませんけれども、我々自治体としては聞き取り調査をきちんと行って、その上で法令に照らして判断をしたということでご理解賜りたいと。何か準局でこの点について補足することはありますか？今はよろしいか。はい、またまあ、今市長の方からもございましたが、旅館業法に基づく、権限が立ち入り権限がございません中で、まあ、事業者さんもご協力を得て今回その契約実態ですとか契約方法ですとか、その利用者の皆さんの、生活の根拠にしているですとかですね、判断材料をですね聞き取りまして今回判断させていただいたということでございます。
以外で、質問させていただきます。放課後の民営化の件なんですが、昨日運営業者の公募をですね、国の方が発表しまして、この募集要項についてですね、将来的に北九州空港が民営化される場合は、放課後以降の運営経営者が公募に参加した上で、放課北九州旅空港を一体的に運営するということを認める規定も盛り込んでいるんですが、このことについて の主張の受け止めと、今回その公募の中に項目に入ったというところで、市の対応をお伺いしたいんですが、福岡県庁、県知事との間に、北九州空港の活性化につきまして、突っ込んだ議論を過去行いまして、今後特に重点的にですね、空港活性化に取り組む方針を確認して今日に至っております。そこで、応援していることは、海外の需要はこれからも伸びていきますし、福岡空港と北九州空港が共に連携を深めて一体的に運用していくことがお互いのために望ましい、という認識が基本にありました。今回ですね、北九州空港との相互補完に関する項目が審査基準に明確に盛り込まれたということについては、こうした地元の意見が十分汲み取られたものだと考えております。で、この両空港の一体運用、いわゆるバンドリングも可能という趣旨はですね、これまでも示されていたと理解をしておりましたけれども、今回こうして明確に入りましたので、地元の気持ちはそこで含まれているなと思いました。ただですね、北九州空港の将来の経営形態につきましては、福岡空港とのバンドリングもあります。またこのほか北九州単独での民間委託という方法もありますし、場合によっては行政中心の現行維持という、3通りが考えられているわけであります。基本的にはまだ相当議論がこれから進められる状況の過程にありますし、結論を急ぐのではなくて、まずは福岡空港の民間委託の動向を見定めることが大切ではないかと。つまり福岡空港との連携がいかにすればより深められるかということを念頭に置いて、論点整理や地元財界の意見を伺うなど、しっかりと議論を深めてまいりたいというのが本市の基本的なスタンスであります。追加でもう一点お伺いしたいんですが、財界の意見を聞くというところ、何かその勉強会を開いたりというようなことがあるんでしょうか。経済界と本市との間にはさまざまなチャンネル、さまざまな場において、地元経済の発展に関する、協議議論が行われてまいりました。そうしたところでも、この空港の活性化というのは、この市民各界の共通の大きな柱の一つであります。その認識は固まっていると思います。そういうことでいろんな議論をしているわけでありますが、このことをですね、主要な課題として、新たに、議論を展開する場を設けるということは今までなかったように思います。なんか誰かいるかな、空港ないです。これだけの重要なテーマですから、何かそういう、検討会立ち上げる場合には当然私の報告があると思いますが、そういった意味では今後ですね、こういう事態になってまいりますと、あと1年ぐらいかかるんでしょうか。福岡の方はスケジュールはまだよく見えませんけれども、いよいよですね、我々もこの問題に対してしっかりと認識を共有して、いろんな角度から議論をしていく必要性があるように感じておりますので、どこかの時点でですね、この問題への対応についてしっかりと経済界と足並みを揃えていきたいと考えております。今のところ未定であります。分かりました、ありがとうございます。それでは各社からお願いします。毎日新聞ですね、NPO の方で次世代育成環境のランキング、発表されて6年連続1位ですけど、それに対する受け止めをまず教えてください。
子育て支援、はい、まあ、えがり亭大手前の皆様は毎年、各自治体を実に詳しく中身は私どもに教えていただけないんですけれども、まあ、いろんな角度からですね検証しデータを収集してランキングをつけておられるわけで、ある意味ではその NPO 法人の判断というのは我々にとっては大変励ましであると同時に、その結果いかによっては大変怖いわけであります。で、まあ、今回6年連続で1位という評価をいただいたことは大変に嬉しいことでありまして、まあ、それは市民各界の皆さん方のコラボレーションというものの成果であるというふうに思っております。例えば小児救急医療というのは あるいはその幼児の保育につきましても高い評価をいただいているように聞いておりますが、これは医師会であり、あるいは保育所連盟なり、そういう方々の民間の方々の大きなこのお力添えというものが背景にあります。そういった意味では北九州市民がですね、官民力を合わせて子育て支援に取り組んできたことがこうやって公的な機関に評価をされたということは大変に喜ばしいことだし、この現状にとどまることなく、さらにより良いこの制度の創造に向けてですね、市民が日本一を実感できるような町を目指すというのが基本構想計画で述べられた目標でございますので、そのためにはなお一層の努力を続けることが大事だと思っております。すみません、じゃあ幹事社から見て、スペースワールドの跡地の活用なんですが、先日のですね、番組の中で最終収支差額県と、もしくは賃金手積金4モードの協議を今後進めるというような話をしたと思うんですが、具体的に協議が進んでいるんでしょうか。もし進んでいるようであれば、今内容を教えていただきたいんですが。協議はこれからであります。それで、この跡地利用に関する協議の、まあ、行方なんですけれども、基本的にはイオンモールと北九州市の実務担当者レベルで、業態施設に関する具体的な方針内容などについて協議を行っていくことになろうかと思います。まあ、その中で協議内容によりまして、市日鉄住金、そして福岡県の実務担当者も含めた4社で協議を行う予定、このように聞いております。まずは地元の地域の方にですね、イオンモール新鉄住金としても、まあ、ご挨拶といいましょうか、まだビジョンの、まあ、構想の段階でございますけれども、やはりこれだけ、市民に深い関心を持たれているテーマでもありますし、そのご挨拶の活動を始めていかれるのではないかと、したがって具体的な協議というのはもう少し後になるのではないかというふうに感じております。私の方からは最初の副社長、新日鉄住金の副社長にも申し上げたんですけれども、やはり存続の署名簿でたくさんの方が署名されたようにですね、やはりスペースワールドへの愛着、そしてまた将来について大変多くの方々がご関心を持たれているし、中には心配されている方もいらっしゃるので、丁寧な地元への説明を心がけてほしいということは申し上げてまいりました。まずはそこからではないかと思っております。内容なのでありがとうございました。